はい、マッチングしました。バッテラストリート縄張りバトルと見せかけてかくれんぼなんですけど、いつも参加型をやると鬼ばっかりやってるので、ちょっと今日は隠れたいなと思い、隠れていきたいと思います。で、1分30秒のルールがローカルルール、俺のローカルルールで、まあ、自分はそうやってかくれんぼしてるんですけど、今回も1分30秒塗って隠れる場所を探していきたいなと思います。そしたら敵陣地塗って、どっち隠れるかだな。やばい、時間ない。待って、あと7秒。待って、時間ない。どうしよう。ここにしよう。 OK、 決めました。ここにしました。でもこの位置ね、鬼見えないんだよな。来てるかわかんないんだよな。生きてんのかな。一応1分30秒過ぎてるってことは動いてるはずだから、でも探してんだろうね。一応ちょっとだけ味方見えるわ。あの味方やられてないから、もしかしたらまだ来てない説ある。あ、マップ見たら来てた。いっぱい来てる。めちゃくちゃ来てるじゃん。やばい、近いぞ。あれ、誰か見つけてる。ん？なんかぴょんぴょん跳ねてるよ。無理。怖い。来ないで。バレた。誰だ。これダメだったな、場所。うわ、みんな見つかってんじゃん。全滅しました。はい、次はムズク農園でかくれんぼです。ちょっとこのステージは自信があるんだよね。根拠はないんだけど根拠のない自信が湧いてきまして、このステージちょっと自信がある。あ、俺バカ、ここ塗っても意味ないじゃん。鬼が来れないとこ塗っても意味ないじゃん。違うよ。こっち。こういうとことかね、狭いから意外と見つかんない気がするんだよね。っていう、マジで根拠のない自信なんですけど。あー、どうしよっかなぁ。いるじゃん、鬼。おーい。怖い。ああ！一瞬でバレた！やばい！残り時間1分以上余してバレた！今までの自信が何だったのか。あ、また誰か捕まった。すげえ自信あったんだけどね、このステージ。今までやった以来一番の自信があったんだけどね。もうダメだったわ。あ、最後の一人捕まったっぽい。全滅です。はい、次、マンタマリア号なので、地震のほどなんですけど、まあ、先ほどもずく農園で地震ありますって言ったんですけど、今回も、それ以上に地震があります。まあ、さっきすぐ捕まってしまったんですけど、あれ以上に地震があるので、こういうとこ塗っていきましょう。はい。オッケー。帰ります。怖いので。戻る。敵陣地にいたらまたすぐ捕まっちゃうから、もうすぐ戻る。どこに隠れよっかな。どこがいいかな。やばいな、30秒しかねえや。ほい。んで。ジェットパックでもう一回寝ろっか。はい。結構濡れたんじゃない？真っ黄色だわ。
この色ちょっと黄色だけど、くすんだ色だよな。蜂みたいな色してるよね。あの虫の蜂みたいな色してる。おぬし、そこにするのか。まあ、俺もそこいいか。一緒に隠れさせてもらってもいいか。すごい場所だな、ここ。浮き輪のとこ。こっちにしよっか。なんか混み合ってるから。こっちにしよっか。オッケー。いいじゃん。お、いいじゃん。お、バレないよ。これいいね。あ、鬼動いてるな。怖いな、気をつけないと。めっちゃ塗っとる。あ、誰か見つかった。あー、見つかっちゃった。どんまい。さあ、ここまで鬼来れるのか。下から怖い。大丈夫そう。やばい、怖い。よし。大丈夫。あれ?ここにいた人いなくなったんだけど。あれ?後ろにいた人いなくなったんだけど。落ちた?もしかして。あれ?後ろにいた人いなくなったんだけど。落ちた?もしかして。やったこれ絶対もうバレないでしょ。無敵。ねえ、あっちから見たらわかんないもんね。すげえ、勝った。やばい。来てる。よっしゃ、うわん。はい、最後、コンブトラック。まあ、さっき見事にね、隠れられたので。あの、やっぱ自信を持つことは大事だね。もずく農園の時は、あの、自信持ちすぎて、やられちゃったけど。まあ、でも自信持つことがね、隠れることにつながるんだよ、きっと。だから今回はもう自信を持って、あの、すごいところに隠れていきたいと思います。てか、さっきすごいよな、あの浮き輪のとこ。じゃ、次どうしようかな。意外ともずく農園隠れる場所が少ないから。で、同じことしてる。俺と同じこと考えてる人がいた。こんだけ綺麗に塗っとくと探そうも大変だから、塗る分に越したことはないはずなんだけど、大事なのは隠れる場所だ。どうしようかな。めっちゃナイスでした。もうみんな決めてんのか、隠れる場所。どうしよう。そこね。やばい、マジで時間ない。あ、じゃあ俺ここにします。はい、決めました、ここにします。ちょっとみんなとは離れてるとこかもしれないですけど。一人で孤独に、隠れていきたいと思います。もう鬼動いたね。やべ、音聞こえるんだけど。怖いな。やだ。怖い。もう無理だ、これ。バレてない。このまま忘れて、俺のことは。このまま忘れてくれ。こっち見ないでくれ、絶対にこっち見ないでくれ。見られた。やられた。くそ、バレてないと思ったんだけど。足元取られちゃったか。あ、誰か捕まってる。戦略がいた。